皆さんこんこにちは経営コンンサルタントの中野です今日も中野天風の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2019年2月17日日曜日仮想通貨草コイン中野研究会特別有料会員向け YouTube 動画です。 今日のですね、千葉県松戸市はすごく暖かくて日中は11度か12度ぐらいまでありましたねあの非常に暖かくてですね、えー、気持ちいい一日でしたねもう今はね時刻は夕方ですね4時45分ですので、えー、ちょっと夕焼けがさしてきましたねあのまたね月曜日始まっちゃうかなって感じなんですけども、えー、サラリーマンの人はねちょっと 強い,りが痛いなと思うかもしれません、まあ、私たち中野研究会の皆さんはですね、えー、待ちに待った明日からね XM の MT4 を使ってですねレバレッジ888倍のですね非常に、えー、楽しいですね現実味のある FX のです、ね、デモトレードを開始するということになりましたねそして本日のお題なんですけどもなんと FX トレードの注文方法ということで、XMMT4 のですね、IFO の注文の方法をですね、一足先にお知らせさせていただきたいと思います。ということでね、まず最初に IFO だよね、まずね。IFO をまだあの理解してない人、マスターしていない人がちょっと多いかなと思ってんですよね。なので、 えっと、資料作りました。ようやくね。で、資料いきます。まずね、あ買い注文と売り注文ってあるでしょ。で、まずは、注文、あの、FX ってさ、買うと、まあ買う時きっていうかさ、注文を入れる、あとは決済するって2つあるよね。で、決済するときの、えー、差し値、ね、逆差し値っていうのは、まあそのまま、あの概念通りですね。 差し値っていうのは利益が出た状態での決済を予約中、予約決済入れると。で、逆差し値っていうのは損切り決済、損切り決済予約ポイントを入れとくということですね。で、今度注文の方ですね。あの <laughs>、注文も決済も買い売り、買い売りってできるわけですよ。例えば、注文をですね、買いで入れたら、決済は売りで入れないとダメだよね。買ったもんは売らないといけないから。 で、逆に、えー売、売りで入った、売りで入った注文は買いで決済しないといけないよね。売ったものは買い戻さないといけないからね。そこの概念をね、まずは一つ。はい。だから、買いとか売りとかじゃなくて、えー、なんていうかな、注文と決済っていう意味で、注文も決済も買い,も買い取りがあると。あと、 えー、両方あるってことね。で、買いで、買いで注文入ったら、売りで決済しないダめだし、売りで注文入ったら、買いで決済しないダめってことね。で、まず買い注文なんだけども、買い注文はですね、まず現在価格がありますよね。で、現在価格があって、えー、現在価格よりも下がった時、下がった時に、星印は注文を出すと。 そして、まあ、あの、横、横横でね、これレンジ組んでと。レンジを組んで、横横でレンジ組んで、で、上がっていくというふうに、まあ、思った、思うならば、まあ、下がった段階で買うということですね。で、これをですね、えー、前から言っている通り、現在価格より、今ね、現在価格よりも、下がったら買うと。で、これ逆張り差し値ですよね。逆張り差し値ですね。逆張りですよね。 えー、下がったら買うから逆張り。で、これは指し値でしたね。日本語では。で、英語では、えー、バイリミットって言うんですね。バイっていうのは、まあ、買うってう意味だから、まあ、買い注文の買いだからね。バイはいいよね。でリミットっていうのは、あの、<coughs> リミテッドって意味かな。リミテッドっていうのは特別なってことですね。特別使用者、<laughs> あの、マーク2リミテッドとかさ、クラウンリミテッドとか、 リミレットがつくと特別使用者になるんですよね。特別に <laughs> 高付加価値がついているものですよと、えー、いうことですね。あのじゃあもう,もう一つ見てみましょうか。現在価格よりも上がったら買うよと、星印でね、上がったら買うよと、上がったらここにですね、何、えー、て言うかな、その、 レンジブレイクがあったから上がったら買うよと。の中野研究会はいつも上がったら買うっていうレンジブレイクを狙ってますよね。下がったら売るですよね。ほんで上がっていったよ。上がっていくと想定すると。で、この場合を現在確保よりも上がったら買うってずっとやってましたよね。うち私たちね。<laughs> で、これ順張りですよね。上がったら買ってそのまま上がっていくからね。そう想定してるからね。 で、順張りは逆差し値なんですよね。日本語では。なんか逆のような気がするけどね。順張りは差し値なんで、逆張りは逆差し値じゃないのって思うかもしれないけど、これちょっと日本語は逆なんですよね。順張りは逆差し値、ね。なんで逆なのかって言ったら、おかしいだろうと。上がったら買ったら利益なくなっちゃうじゃんかよ、ということですね。で、だから、えー、逆なんじゃないのお前。っていうことで逆差し値、ね。 で、バイストップって言うんですね。これ、バイは、まあ、買い注文だからね。バイは買うって意味だから。で、ストップっていうのは、おいおいおい、そこまで行って買うのかよ、と。で、順張りだから、こうやってバスがね、順方向に行って駅まで行くよ、と。で、バス待ってくれ、ストップ、ストップ、ストップ、バスストップとか、タクシーストップ、ストップ、駅まで乗せて行ってストップって意味でねえ、バイストップ、ということですね。で、結局何を言いたいかというと、 例えばあの、上の方でね、決済価格があって、ここでまあ決済して、利益を取ろうとするよね。で、これか決めますよね。で、結局ね、あの、順張りの場合は、こんだけしか利益取れないんですよ。こんだけしかね。そうだよね。上がったら買って、すぐに決済価格が来るから。で、逆張りの場合、<laughs> 逆張りの場合は、下がったら買って、上行くからさ、こんだけ利益取れるわけだよね。 例えばこれが30ピープス。これは5ピピプスしか取れない。いつも中野研究会はこんな感じでやってましたよね。逆張りの方がいいんじゃないかと。だから中野さん、こう逆張り、レンジの下に来たら、えー、逆張りで買った方がいいんじゃないかという,うに思う人もいるかもしれないけど、えー、この方がね、順張りの方が安全なんですよね。はい、それで利益もね、ぐん、本当はね、こんだけじゃなくて、ぐーんって伸び,伸びるんですよ。順張りの方がね。 だからいつも順張りでやってます。はい、もう一度、それでですね、あの、皆さんもお気づきだと思いますけれども、えー、中野研究会の方針では、えー、順張り逆指し値しか、えー、もうやってませんからね。なので、バイストップしか使えません。買い注文はね。えー、もちろんその、売るときはセルストップ。とにかくストップしか使わないですからね。バイストップかセルストップしか使いません。 はい、こっちのね、逆張りは使ったわけないですからね、私たちね。使ったわけないでしょあの、DMMFX のデモでもね。あの、順張り逆差し値しか使ったわけないんですよ。だから、バイストップしか使わないって覚えてください。それで、利益は薄いあの <laughs>、ね、あの、薄いんだけど、これね、逆張りってね、逆にね、ボーンって下に行っちゃうときには、あの、非常にですね、利益が、利益っていうか、 えー、損失がね大きくなるときがあるんですよねだからあくまでも順張りでいった方がこの利益が伸びるですねで逆張りはね日本人が大好きなんですよでも世界のアメリカとか、えー、イギリスとかねヨーロッパアメリカのなどの世界のですねヘッジファンドはもう順張りしかやってないんですよ順張りしかトレードしてないんですよヘッジファンドっていうのはね だから、順張りだとね、すごくね、利益が伸びるんです。逆張りはね、ほぼほぼ利益伸びないんですよ。だから、あの、だから、コツコツは稼げんだけど順あ、逆張りは。ドカーンって失うんですよね。で、順張りはですね、コツコツも失う、コツコツ稼げます。で、ドカーンも稼げます。で、失うことがほとんどないんですよ。うん。で、日頃はコツコツしか稼げないんですよ。逆張り派よりも少ないですね。でも、 ドカーンと稼げるんです、すある一つねで、えー、逆張り派はドカーンと負けるんです。だから、えー、順張り、えー、逆差し値のバイストップ。これからはバイストップ、えー。英語なんですけどね、バイストップ使っていきます。で、次に、えー、売り注文ですね。両方とも注文ですよ。決済じゃないですよ。注文。で売り注文の場合は、現在価格があって、<laughs> 上がって、 上がったら売り注文出すよと。ね。上がったら売り注文出すと。現在価格よりも上がったら売る。逆張りですよね。で、逆張り差しなで、これはセルリミット。リミテッドですね。だ売りの、えー、特別仕様ですね、まあ。こんだけ、あの、<laughs> 順張りよりも利益が乗ってますから、はい、リミテッドですね。で、 えー、私たち中野研究会はやっぱり売るときも、えー、こっちですね。現在価格よりも下がったら売る。順張り逆差し値ですね。でこれはセルストップって言いますね。はい。で、決済価格は下の方に、えー、設定してますから、想定しますから、えー、順張り貼ってるのはね、少ししか利益取れないんですよ。 でも、ね、すごく伸びるんです。これこ,こ,こ,こまでしかし、あの、下がないからね、ここまでしか書けなかったですけど、伸びるときはすごい伸びるんです。はい。それで、えー、今までやってた通り、私たちは、えー、順張り逆差し値の売りしか入った時ときないですから、セルストップしか使いません。さっきは、えー、<laughs> セルストップしか使いません。こっちはね、 えー、バイストップしか使わないし、えー、セールストップしか使わない。とにかくストップしか使わないですから。リミット,リミットは使わないですからね。この資料、えー、2つ、このね、二つ欲しい人いらっしゃいましたら、えー、言ってくれればですね、これ PDF にして、えー、有料会員さん向けだけにですね、えー、PDF にして、えー お渡しいたします。あ LINE グループでね、お渡しいたします。はい、それじゃあ、XM 行ってみましょうか。<laughs> XM ですね。XM で、これをどうやったらですね、えー、できるかということですね。i f を注文ね。まずは、ここの、新規注文をしますね。ここを押していただいて、通貨ペアはまは US USDJPY ですね。もう 2, 2ドル円しかまあやんないと。最近 数量は、これ、もうね、数量1で10万通貨なんですよ。だからまあ、10で100万通貨ね。十10で百万通貨。で、えっ、ー、と、まずは、なここ、注文種別って書いてあるんですけど、ここをですね、指し値注文というのに変えます。そして、ここに注文種別があるので、 バーリミットかセルリミットかバイストップかセルストップか。で、とにかく先ほど見ていただいてわかる通りストップしか使わないですからバイストップ、買いのストップか、えー、セールのストップしか使わないのでこれだけ覚えておいていただければいいですよ。だから、えー、例えば上に注,、ま、注文するんだったらバイストップですね。で、まあ だ買い注文だったらバイストップ。えー、売り注文だったらセールストップを押すってことですね。で、これちょっと閉じて、まずじゃあ数値決めましょうか。これ冷やしなんで、えー、そうだな4時間足で、8時間足がないですね。うん、そうだなえー、っとですね、ラインをちょっと水平線引きますね。 で、に、に、ダブルクリックして動くんで、で、またダブルクリックして、えー、動かないようにしてくださいね。で、また水平線、ラインの水平線で。うん、そうそう。あ、も、ま、うダブルクリック、あもうしてありますね、ここね。ダブルクリックっていうか、水平線になってますね。あと、ここと、ここの、百十一111円145。 111円,11円14千5十百十円一四五のところが、まあ、上限の、えっ、ー、と、レンジですね。で、下限のレンジが110円2、二4 6ですね。これちっちゃいですけど、ね、246。なので、<coughs> これを、えー、明確に超えたところ、あんまり上でもしょうがないですね。 そうだなちょっと待ってください1時間足うんそうですねうんそうですねちょっとやりにくいですねこれね そうですね。あんまり上だと引っかかんないんですよね。あんまりね。だから、ただ、あんまり下でも、騙しで引っかかっちゃうから、この辺にしときますかね。うん、この辺にしとこうか。111円、えー、336を超えたら、えーえー、っと、バイストップですね。買い、買いのストップ。 バイストップですね。買い買いですよと。で次に売りストップ、セールストップはどうするかというと、えー、ここですよね。うん、ここら辺ですかね。あんまり近いとダマシに引っかかるんでね。ダマシに引っかかるとて嫌だなと。でここは ちょっと怖いですね。ここまで来てまた下がる時もあるので、こことこの間のレンジといえても、もう少しここの山を越えてきたら、前回高値を越えてきたら入りたいよね。で、ここは前回そこになんで、ここは明確にこういもう少し下にしとこうか。この辺にしときますね。はい、それでちょっとこれでやってみましょうか。そうすると、 じゃあ、あとは決済をどうするかっていうのが出てくるんだけどね、今度ね。そうですね。だから、そうですね。ところ、まずは、買いで入りましょうか。111円336で買うと。えー、っと、100万、100万枚ですね、100万通行。 なりゆき、これを、えー、差し値注文。これ、ここのところまた、えー、その都度、写真撮って送りますよね。で、まあ、あの買い,買い注文の場合は、うん、バイストップですよね。だから、えー、ここは、バイストップ。だバイストップかバイセールしかない、あのセルストップしかないですから。バイは買う、セールは売る。 えー、リミットは使わないですからね。DMMFX の時も使ってなかったですから。私たちなかなか研究会はあくまでもストップしか使わない。はい、バイストップで価格はここですよね。111円336。ここを111、えー、円あ336ですね。 で、有効期限はまあなしにすると。そしてえ、次にちょっと戻る感じなんですけど、決済の逆差し値と決済差し値がありますよね。で、これは普通の考え方と一緒なので、どこで決済するか、決済差し値、これ利益が乗った時にどこで決済するかなので、当然この111円336よりも上ですよね。だから、うーん、どこにしよっかな。この この、そうだな112円の手番にしておきましょうか。うん、112円は、ちょっと工房があるのでね、その、112円とか111円50とか、工房があるからね、111、えー、円90、111円900にしましょうか。うん、あの、切り板っていうのはね、ちょっと難しいんですよね。 ここを111円900にしますね。決済差し値をね。そしてじゃあ損切り、えー、決済逆差し値どうするかというと、えー、15ピプスしたぐらいでいいと思うんですよね。だから、そうだなうんまあじゃあここに、ここにしよっか。 111円145。111円145ね。まあレ、レンジの上限ですよね。111円の145ですね。テーマ点入れました。はい。これで発注ですね。時間外ですね。時間外。えー、そうそうそ時間外なので注文入れなかったけども、まあ、今の感じですね。今の感じですね。はい。 えー、ちょっとこれ写真撮っておいて後でみんなに送りたいと思います111円336ですね明日の7時以降に注文入るので、えー、これ注文入れていただきたいと思いますよで111円900ですよね1 1 1円900ですねはいそして損切りは1111 11円1451111145ですねはいちょっと写真撮っておきます はい。続きまして、えー、まあ、ダブルでね、上と下両方をいつも入れてますよね、長野研究会は。ですから、えー、っと、まあ、どっち、今のね、今の現在価格から上行ってもいいし、下、上にね、レンジブレイクしてもいいし、下にレンジブレイクしても、まあ、どっちでも利益が取れるようにしてますよね、いつもね。で、下は、えー、110、110円、 えー、067ですね。110円067で、えー、っと、こっちですね。売り注文、セールストップですね。セールストップ。えー、ですから、これ、セールストップの110円の067。ですね。それで、決済価格は、<coughs> ここら辺にしておきましょうか。ここら辺がいいかな。うんもうちょっとした方がいいか。ここら辺ですね。ここのレンジのまあ加減ぐらいがいいかな。まあとはこれでもみ合うと思いますから、一旦まぁ、ケできるといいと思います。なので、109円765ですね。109円765。えー ここですね109円765109.765 10ですねそして逆差し値はここですね、まあ、あのレンジのかちょっと待ってちょっと待ってくださいねレンジの加減ですよねレンジの加減ですのでここですね110円246、えー、ちょっと大きいかなまあいいか 110円246ですね。ちょっと大きいかな。15ピプスしたでいいかな。100、うーん。110、110円20にしよっかな。はい。 110円200ですね。200。そうですね。110円二、えー、はい、いいですね。これで、えー、14.3ピプスのままあ、まあ損切りですね。これで、えー、これで注文ですね。これまた入らないと思いますけど、これも、あの、はい、これもまた写真撮って送ります。 というようよにですね非常に非常に簡単ですね。で、まあ、あのここのところね、分かんない、最後まで分かんない人がほとんどですよ。最後まで分、えー、かんない人がほとんどです。あの、今、日本全国でですね、FX やってる人は多分10万人はいると思うんですよね、毎日ね。で、ほとんど XM は、えー、これ、オーダーのですね、 なりゆき注文しかやってないと思いますね。こ、ま、こ、あ、ですよね。なりゆき注文しかやってなくて、指 <laughs> し値を使った押しようとか、イフダンとか押しよう、そして IFO を使っている人はほとんどいないと思います。なぜなら、ここの概念がわからないんですよ。バーリミット、セルリミット、バイストップ、セルストップがわからなくなっちゃうんですよ、途中でね。 今回これ作りましたので何回も何回も動画を見ていただいてこの資料はね PDF にして送りますので、えー、参考にしていただければ、えーまあ、できればあのどっかね壁に貼っていただければと思いますはい今回はね XM の、えー、XMMT4 の,のですね、えー、オーダーダの IFO オーダーの発注の仕方ですねをおさ,らいおさらいというか お伝えしましまたで基本的には、まあ、中野研究会レンジブレイク大きなレンジを狙っていきますからその1分足とか5分足とか15分足とかだとあんまりその取れないんですよねだから、まあ、1日1ピープス取りっていうのもいいかもしれないんだけども、まあ、できればその大きな足を狙って、えー、間違いのない間違いのない えとまあ、ま,ずまずですねあの、負けないトレードですね、損失を出さないトレードっていうのは、しょっちゅうポジポジしたらダメなんですよね。はい、時期が来たら、きちんと自動で注文が入るっていう、えー、ストーリーにしておかないといけないですよ。そして、自動で決済、自動高校で決済して,いてもらえると。はい、途中で自分ルールを。えー 曲げてもいいけないってことこですねただ注文入るとね、またこうやってあのずらせますから、損切り価格をですね、決済、あ、違う、損切りポイントをですね、注文ポイントよりも上とか下にずらすことできるので、あのー、本当に負けないトレードがまたできるようになりますから、ここのですね、注文方式だけをきちんと覚えてください。っていうか、簡単だよね、すごくね。<laughs> すごくかん、え簡単 うん。で、これ、決済価格も、その逆差し念を入れなければ、えー、これ、あ、いい札になるんだよね。いい札になるんですよね。うん。はい、こういうことでございます。ということで、今回は、えー、これで終わらせていただきます。えー、今日はね、えー、XMMT4 の IFO 注文の方法をお伝えいたしました。それでは、また明日。 あ、今日の夜か。お会いいたしましょう。失礼いたします。